皆さんお疲れ様です。今回も前回と同じパーティーで戦っていきます。さて、ブラジルからこんにちは。何やらガチっぽい匂いがしますねー。このパーティーの要である、ノクタスのカウンターやバイバニラのミラーコートに頼りたいところ。従って、迷ったけど選出はこんな感じでいきます。さあ、いかつい BGM も流れてきたところで、いざ勝負。地球の反対側同士なので、ちょっとラグがあるかもしれないよ。相手の初手はウルガモス。あら、色違い。こちらはイワークなので相性はいいね。ステロからでもいいけど、4倍弱点がつける相手に攻めないのは男じゃないぜ。そうだろ、イワーク。ああ、草は触らねえ。特殊アタッカー相手だと、1ターン動くのが精一杯だね。だけどイワーク、この攻撃で倒してしまっても構わない。はい、わかっていましたよ。ウルガモスだと抜いている可能性の方が低いので、多分イワークさんとはここでお別れです。イワークさんお疲れ様でした。おそらくノクタスの不意打ち圏内に入ったと思うので、ノクタスをチョイス。有無を言わさず不意打ちでいきます。さあ、通ったぞ。よし、いい火力だね。デリバードと違って、それなりに火力のある先制技を打てるのが良いところだね。続いて月光が。色違い統一ですかね。冷凍ビームを打ってきそうなので、バイバニラに交代するのもありだけど、カミツルギ以外はバイバニラの方が有利なので、それならバイバニラを取っておきたいね。なので、綿法師からの道連れ、で相打ちを狙うよ。セオリー通りの冷凍ビーム。ノクタスの特性は貯水なので、月光ガに対して水手裏剣も怖くない、というところもメリットだね。ちなみに、綿法師が決まればデオキシスのスピードフォルム以外からは先制できるよ。そう思うと早いよね。道連れが通りました。ウルガモスも処理して、月光ガも倒すノクタスさん、マジかっけーっす。サンキューノクタス。さあ、これで一騎打ちだ。行くぜバイバニラ。相手のラストは海王画だね。これも色違い。そして対峙するアイスクリーム。原始回避のようです。さあ、雨が降ってまいりました。ここはミラーコート一択。問題は雨での海王画の攻撃を受けきれるかどうか。根源の波動。さあどうなるか。おお、耐えたー。そしてミラーコートを。WCS ルールのトップクラスを沈めるアイスクリーム。強い。やったぜ。2試合目です。いろは坂からこんにちは。
今回も強そうなメンツです。ポリ2が絶望的ですね。なんとかノクタスで道連れするしかないかな。炎が一貫するので、ブースターを出したいところ。トゲキッス、キノガッサ、ウルガモスに弱点をつけるハリー戦もいいね。ということで、こんな感じの戦術でいきましょう。ちなみに、栃木に噂のラーメンを食べにだけ行ったことがあるよ。観光とかは一切せず、ラーメン食べてすぐに帰りました。すごく美味しかったです。相手はゲンガーからだね。あら、また色違い。最近は色違いが主流なんですかね。メガ進化で最速なら抜けないけど、ここはフレアドライブで倒しに行くよ。メガ進化だね。ちなみに H4 クリメガゲンガーなら、フレアドライブは乱数 50% だよ。催眠術か。お、避けた、偉いぞ。これぞ、唯一大谷無縁ですよ皆さん。そして落としていく。中ポケをものともしないこの立ち回り。さすがブースター。次はトゲキッス。使ってますねー。交代したい気持ちはあるのだけれど、エアスラッシュを受けられるやつがいないので、このまま攻撃するしかないかな。相手がスカーフで先制してきても、特防が高いブースターなら一発は耐えられると思うよ。問題はヒルムかどうかだ。負けるなぶっ。まあ、催眠術避けたし弱い子ということで。さあ、このためのハリー戦だ。行ってこい。あまり意味のない威嚇。ここは迷わず毒好きで。ひるむなよ、不利ではないよ、ひるむなよ。よしよし、とりあえずOK。よし、これならアクアジェット圏内だ。アクアジェット。完璧です。ハリー戦はトゲキッスキラーだということが証明されたね。ラストはウルガモス。ご多分に漏れず色違い。ここが悩ましいところで。最速ならハリー戦より早いので、アクアジェットで削る方がいいけど、それだとノクタスの不意打ち2発圏内に入るか怪しいところ。今日の前を積んでくる、迅速以下の素早さ、を呼んでの滝登り。それはちょっとリスクが高いかな。ここは安全牌ということで。さあ、アクアジェット。まあこんなところ。上手に焼けました。まあ無駄な火傷だと思うけど、なんだか不吉だね。良くないことが起きる前触れな気がするよ。ハリー戦、いい活躍だったよ。相手は C が上がったけど、元の火力でもノクタスは耐えきれないので関係ないね。さて、不意打ちを2回打つことになると思うけど、2回で仕留めきれるか、どうでしょう。まず1発目。これはギリギリ次で落とせるかな。さあ、運命の2発目。これでラスト。はあ、明日から頑張ろう。